三井不動産商業マネジメントララポートララポート愛知統合ララポート愛知統合は愛知県愛知郡統合町にある三井不動産商業マネジメントが経営するショッピングセンターである。本施設は統合町が策定する統合中央土地区画整理事業における賑わい、空間の創出、町全体の発展に寄与するための商業機能を担うとしている。 2019年3月1日に着工、2020年9月14日に開業した。愛知県で初出店36店を含む全201店が出店している。また、施設計画に合わせて周辺道路の拡幅整備とバスタクシーターミナルの整備を行う予定。ララポート愛知統合。 東武モニュメント2021年4月1日より南側バスターミナルへの一般路線バスの乗り入れが開始され、巡回君の全路線が乗り入れている。同時に富士大科大学病院への直行路線も運行開始した。また、日清駅より知立駅を結ぶ名鉄バス愛京大線の乗り入れも開始。 2021年4月1日より南側バスターミナルへの一般路線バスの乗り入れが開始され、巡回区の全路線が乗り入れている。北コース、東コース、南西コース、どの路線もララポート愛知統合バス停から徒歩すぐ。当施設と富士大化大学病院を結ぶ路線。当路線もララポート愛知統合バス停下車徒歩ですぐ。 2020年10月1日より南側バスターミナルにドリーム名古屋号のバス停が設置されたが新型コロナウイルス感染症の影響により運休となっていた2021年2月1日に JR 東海バスにおいてダイヤ改正が実施され新型コロナウイルス感染症の影響により運休が続いていた夜行高速バスドリーム名古屋号の運行が再開され 同時にバスターミナルが共用開始となった。2021年3月1日より特殊駅を直接結ぶ自動運転バスが実験運行されている。ありがとうございます。